ご覧いただきありがとうございます。今回は奈良市大森町にございます。こちらのですね、ノバ奈良大森と言います分譲マンションの賃貸の一室にお邪魔しております。まず玄関がですね、シューズボックスが、下とですね、上にも、大容量となっております。でこういったですね、玄関の網戸もですね、ついておりまして、廊下がぐーっと奥まで続いております。そしてこちらのですね、お部屋が洋室、そして反対側にも洋室ですね、2つの洋室のお部屋がですね、玄関の両脇にございまして、こういったですね、ちょっとした部分もぐーっとね、こうスペースとして活用していただけるようになっております。そしてクローゼットもですね、こちらになっております。こうね、奥まで、ハンガーパイプが続いておりますので、しっかりとコードなどもかけていただけますね。そして、お手洗いがですね、こちら、洋式の便座で、上までですね、こう備品が置ける棚なんかもついております。そしてですね、洗面所なんですけども、室内の洗濯機置き場ですね、そして、こちらが独立の洗面台となっております。シャンプードレッサーになってますね。で、こちらは浴室ですね。肩まで使われる、広い浴槽、鏡もね、ついてますね。はい、そしてこちらがキッチンスペースとなっております。独立した、キッチンの空間がございまして、大きな流し台、お料理もね、大変しやすそうですね。給湯のリモコンもですね、ついておりまして、上には収納スペース、釣り棚がですね、しっかりと、ついております。そして換気扇が、こちらですね。コンロはガスコンロが3口ついております。でグリルもね、ありますので、お魚もね、焼けますね。そしてキッチンからこうカウンターになってます。リビングがね、ここから見えますし、まあ、ここからですね、このテーブルがあれば、こう、お料理をね、出していただくのに、まあ、キッチンスペースをかなりこう、有意義に使っていただけそうですね。反対から見ると、こういった感じになっております。で、エントランスはオートロックがございまして、大きなモニターフォンで、確認していただくことができますね。分譲マンションということで、平日なんかは管理人さんがいらっしゃる日もありますので、防犯的には、この辺りも安心できそうですね。そしてバルコニーが広く、作られております。かなりね、こうワイドなスペースですね。ですぐ前は現状駐車場となっておりまして、周りとね、こうすっきりしていますね。2階のお部屋ですが、すぐ前に建物がないというのもおすすめの、立地環境になっております。こちらが畳ですね、綺麗に張り替えられております、畳のお部屋も、ございます。一つあるとですね、畳もゆっくりできていいですね、押し入れ収納がぐーっと使えるようになっております。広々とした室内、ご家族でね、使っていただくにはね、すごくおすすめですね。こういった棚もついております。はい、最初の玄関のこの洋室ですね。はい、以上でマカス君からのご紹介は終了となります。奈良のおもてなし奈良心、賃貸のマスキーではネット予約サービスなど様々なサービスを実施しております。皆様の予約は全力でサポートさせていただきます。ご視聴ありがとうございました。